頭の後ろにあるパーツを起こし、カバーパーツをしっかりかぶせます。カバーパーツを下げます。腕の穴の部分を肩にある凸部に合わせて差し込みます。この時へこみのある向きが背中側に来るようにします。腕を上げたら窓の部分から閉じていきます。右腕も同様に行います。これで上半身の組み立ては完了です。続いて下半身を組み立てます。下半身パーツをこのように左右組み合わせます。先ほどの上半身パーツを腕を下半身パーツの隙間に入れながら押し込みます。扉が外側に少し開くので内側に押さえながら押し込んでください。アーマートミカの組み立てが完了です。続いて特装合体です。まずはジョブロイドを変形させます。足を前に上げ頭を背中側へ動かします。両腕を回して上に上げます。上下を逆に持ち替えてジョブロイドの変形は完了です。変形をさせたジョブロイドにアーマートミカを差し込みます。この時3箇所あるアーマートミカの底側の穴とジョブロイドの足の凸部を合わせて差し込みます。ジョブロイドを軽くスライドさせて外れないように固定します。このように持ち替えてアーマートミカの前方を奥に押し込みます。上半身パーツが変形し下半身パーツが分離します。分離した下半身パーツを左右に分け突起部に指をかけて足を出します。ジョブロイドの腕を下半身パーツに差し込みます。この時カチッと音が鳴るまで差し込んでください。右足も同様に行います。最後に武器を手に持たせます。武器はジョブロイドの後頭部にも取り付けることができます。続いて合体した状態からアーマートミカに変形させます。まず上半身パーツを前にスライドさせ外します。下半身パーツもジョブロイドから引き抜き足を戻していきます。この時足を奥までしっかりと押し込んでください。右足も同様に行います。カバーパーツを下げます。腕の穴の部分を肩にある凸部に合わせて差し込みます。この時へこみのある向きが背中側に来るようにします。腕を上げたら窓の部分から閉じていきます。右腕も同様に行います。これで上半身の組み立ては完了です。続いて下半身を組み立てます。下半身パーツをこのように左右組み合わせます。先ほどの上半身パーツを腕を下半身パーツの隙間に入れながら押し込みます。扉が外側に少し開くので内側に押さえながら押し込んでください。アーマートミカの組み立てが完了です。